おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。はい、いきなりですが、本日は大事なお知らせがあります。なんだろうな。あ、やっぱ気になっちゃう？いや、気になるというか、なんと言いますか。何を言おうとしてるのか全くわからんが。しょうもないことなんだろうなってのはわかる。私ショックなんですけど。まあいいから、ほら聞いてやるから話せよ。じゃもう言わないでいいか。待て待て待て。だってアイドルの熱愛報道くらい興味ないんでしょ？言ってねえよ。あとお前のさじ加減がエグいよ。悪かったよ、気になります。目が曇り散ってますね。あ、めんどくせえ。気になってないくせに気になってるふりしてからに、私を騙そうなんざ半月早いわ。あともうちょっと。ほら、本当に気になってきたから、大事なお知らせとはなんだい。目が曇り散って空は晴れ渡ってますね。どういうこと？危うく騙されるとこでしたよ。もういいから早いわんかい。我がウプ主がですね、今週の月曜日に、親知らず抜きました。やばい、思ってたよりさらにしょうもなかった。親知らず4本ありまして、すでに2本は撤去済み。その2本は虫歯になって助けを求めるように抜いてもらいました。ちなみに1本目が虫歯になった時が人生で1、2を争う激痛だったそうです。ただの虫歯が？親の知らない虫歯を舐めるなよ小娘。まともな教育を受けてない奴が悪に染まった時の狂気たるいなや。ちょっと何言ってるかわからないんですけど。それは深夜に突如やってきた。ヤンキーってのは深夜に行動するものなのだ。ヤンキーになっちゃった。ウプ主がすやすや気持ちよく寝てる時の不意打ち。激痛にもだえるウプ主はベッドから転げ落ちのた打ち回った。家にあった痛み止めを摂取しまくってもほぼ効果なし。彼にできることは歯医者があくまで耐えることのみ。永遠と感じる夜を越えた先に見えた一筋の光。診療時間になったのね。そして先生に頼み込んで無事抜いてもらいました。あそこはあっさりだな。まったくなんて日だ。診療開始と同時に親知らず抜くことになった先生がそう思ってるよ。まったくだよね。そこは同意なのね。正直かなり前の出来事だし細かい状況は覚えてないらしいんだけどさ、今考えるとそんな急に言ってよく抜いてくれたなって思うわ。でもその時は抜いてくれたんだろ。それは間違いない。しっかり抜いてもらった歯持って帰ってきたし。あれ持って帰る人いるんだ。え、ネックレスに。しませんね。マリサはしない派か。うるせえよ。とにかくウプ主は持って帰る派ってことだ。気に入ってんじゃねえぞ。でまあ抜いた後も痛いは痛いんだけどさ、もちろん虫歯の痛みと比べるとめちゃくちゃ楽になったけど、でも歯の痛みが引いてきたと同時に今度は顔面が痛くなってきてさ、抜いた後に顔腫れるっていうもんな。いやそれが鏡で顔を見てびっくりよ。そんな腫れたのか。それまで全く気づかなかったけどさ、夜通し痛すぎて数時間もだえてたわけだ。床に顔をこすりつけて鏡見たら顔面やけどですよ。思ってたんと違ったわ。両目の下ピンクなの。気持ち悪い。なんだこの気持ち悪い話は。歯が痛すぎて麻痺してたんですね。そんで今週の話に戻りますが、先週の土曜日だったかな、前回の動画で風邪ひいて熱出てきたって言ったと思うのですが、なんか言ってたな。まあかなりの高熱になりまして、ほら歯抜くのって結構な一大イベントじゃない。イベントではないけどニュアンスはわかった。しっかり寝てきてくださいねとか、当日は体調大丈夫ですかとか聞かれるし。じゃ体調ダメじゃん。うん、さすがにキャンセルかなって思ってた。でも不思議なことに、月曜の朝起きた時だけ平熱に下がってたんですよ。これなら大丈夫かと。で無事に抜歯してもらったんですが、結果大丈夫ではなかったと。全然ダメでした。親知らず抜いた後に発熱するってのもよく聞くから、最初はそれかなって思ってたんだけど、もう喉痛いし咳出るし鼻水止まんねえし。風邪ですね。まったくなんて一週間だ。ちなみにこの一週間で最も体調悪かったのが一昨日の金曜日。お大事に。ちなみにウプ主の誕生日は4月19日、一昨日の金曜日。4枚。まったくなんて誕生日だ。何が辛いって誕生日にお酒飲めなかったことかな。もうその話はいいよ。じゃあプロスピありますか。控えめに野手が追加されてます。主に代打だったり DH だったりで活躍してる選手。強打の選手も多数登場だぜ。太田選手をはじめポランコにウォーカーと、巨人色強しが第一印象でした。そんな巨人からはこの紳士。蝶の選手の登場だぜ。蝶さん欲しい。いくつになっても夏場強い。いくつになってもイケメン。イケおじい。全然欲しいです。全シリーズからパワー上がって称号でパワー型狙えるようになったからな。もうちょっと太ってもらえたら全同期狙えるんだけどな。野球選手太らせるなよ。あとセンター適性が消滅しましたが、マスタメンでは使わないので問題ないでしょう。はい、続いてはこちら。ドラ1ルーキーに続き2発目の覚醒来ました。今回は新戦力、現役ドラフトで移籍した選手の登場となるぜ。去年はオコエくんでしたね。リアルの方でも戦力となってますから、ババ投手にも頑張ってもらいたいです。さてそんな巨人からはこの投手。いや今言ってたよ。ババちゃんです。で急に仲良くなったな。
まあオーソドックスなタイプですな。リアタイで使いづらいオーソドックスなタイプ。嫌なオーソドックス。B 級種ないのが残念ですが、余裕でオーダー入ってきます。ババ投手は実績も十分だしな。まだ1軍で投げてないけど必ず活躍してくれるでしょう。ババちゃんってプロスピで登場するの2022シリーズ1以来なんだね。S ランクに関しては2021シリーズ2以来だぜ。どんだけ投手層分厚いねん阪神タイガース。でも実際に試合終盤に点入る気しないもんな。というか今はそもそも点取れてないか。バントもなかなか決まんねえし。リアル巨人の愚痴なら別のとこでお願いします。まあ今んとこ投手陣はすごくいいよね。まだ言ってんのか。はい、今回はこれから何をやるかと言いますと、どうせ契約書開封だろ。予想の裏を行くのがこのチャンネルだ。契約書開封します。裏行けよ。今回は予想の裏の裏攻めてみたわ。それは表だ霊夢よ。ご褒美タイム行きましょう。エナジーもだいぶ溜まってきた。こいつを一気に使う時が楽しみだ。できることなら使いたくねえよ。どっちだよ。259エナジー。3000の大台突破だ。3000エナジー突破記念としてドブ色10連引きましょう。今回は巨人の S ランク引ける気がしてるんよね。これ毎回言ってますけど、こっちが突っ込む前に言うなよ。つーか今 C ランク以上確定スカウトも来てるんだよな。そうだな。選手枠パンパンなんだよね。久しぶりに選手用拡張しますか。長いことやってるときつくなってくるわな。何が枠埋めてるってさ。対談した外国人選手の A ランクよ。どうやって供養したものか。全部レベルマックスだからミキサーすんのももったいないし。経験値変換とか。ストック経験値で困ったことないしな。普通に特訓で使えば？特訓用の餌で困ってないしな。もう墓場まで持ってけよ。サード V 色10連。おっとこれは来た来たー。だよねー。 A ランクはタッツミーでした。もうここの早送りも様になってきたな。様になってもらっちゃ困るんですけどね。 A ランク1枚でした。では確率契約書どこまで引きますか。ここまでで。また2枚ドブ色10枚と確率契約書に3枚、それと S ランク契約書1枚あれば動画1本作れるってわかったから、成り立ってるかどうかは微妙なとこだが。ダメじゃねえか。ほら S ランク確率 30% 契約書2枚だから。ボインレイ見ろ、見事に成り立ったぞ。いやまあどなたの S ランクかワクワクさんだ。巨人だといいけどな。歩道は出たらどうしよう。楽勝だよ。当たれ当たれ当たれー。なんつってー。でも S ランクだから2枚引きもありえるから。さあまずは1枚目でー。ほら来たー。ほらまだもう1枚チャンスあるから、ここで巨人 S ランク引いて一旦コマーシャルだ。マジで来たぞ。あ、松本剛選手いいな。コマーシャル。じゃあ最後に S ランク契約書引いて終わりますね。これが今の S ランク所持状況。まあ一番欲しいのはやっぱカズマかな。そうです、先ほど2枚の S ランク出しましたが、事前にこれ見せてない時点で巨人はなかったと。まんまと騙されたー。もう間もなく TS 来ると思うんで、次回は TS 特集だ。シリーズ1は TS と共に歩むと言っても過言ではないからな。TS が実際に来る前にお勉強しとくのも悪くない。では S ランク契約書引いて終わります。調子くん、ご遠慮。TS も超大事だけど通常 S ランク集めなきゃ話にならんからな。基本ですね。ぼちぼち通常の S ランク契約書も活躍するだろ。そうだろ、活躍するだろう。まだしませんか。そうですか。と諦めたその時だった。これはまさか。はよミキサー来いやー。騙されたー。